皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ。今回のテーマをお送りします。友人に会いに行くと自宅を出る高3女子遺棄事件の経過。墨田区の船高3女子の遺体を山梨で発見、死体遺棄容疑で20代男女逮捕。東京都墨田区に住む高校3年の女子生徒18が28日から行方不明になり、警視庁は31日、山梨県内で生徒の遺体を発見したと明らかにした。28日午後3時半ごろ、東京都墨田区の私立高3年和紙のかなつさんが友人に会いに行くと自宅を出る。同6時半ごろ、和紙のさんが帰宅せず連絡もつかないため、母親が110番。その後、同区内の防犯カメラで和篠さんが車に乗り込む姿を確認。30日午後7時20分ごろ、長野県内で車を発見。捜査員が職務質問し、乗っていた群馬県の20代男女が和篠さんの遺体を遺棄したと認める。31日、山梨県内の山中にある物置小屋で遺体を発見し、男女を長野県内の警察署に任意同行。警視庁が向島署に捜査本部を設置し、死体遺棄容疑で男女の逮捕状を取った。東京都墨田区の高校3年の女子生徒18が行方不明になっている事件で、警視庁は31日、山梨県内で女子生徒の遺体を発見したと明らかにした。向島署に捜査本部を設置。捜査本部は死体遺棄容疑で群馬県渋川市渋川のいずれも職業不詳の小森章平容疑者27と妻パズミ容疑者28を逮捕した。共に間違いないなどと容疑を認めている。殺害もほのめかしており、殺人容疑も視野に調べる。捜査関係者によると、小森容疑者が約2年前に女子高生とツイッターで知り合い、関係を妻に嫉妬されたと供述していることも判明。捜査本部は事件との関連を慎重に捜査している。捜査本部によると、女子生徒は墨田区東向島に住む私立高3年の和紙のかなつさん。遺体は山梨県早川町の山中にある物置小屋で見つかり、背中に4箇所の刺し傷と首に絞められたような跡があった。衣服は行方不明になった時と同じだった。小屋は施錠されており、凶器とみられる細いロープが見つかった。刃物は見つかっていない。逮捕容疑は共謀して30日頃、早川町の小屋に和篠さんの遺体を遺棄した疑い。和篠さんは30日に死亡したとみられ、捜査本部は司法解剖して死因を調べる。和篠さんは28日午後3時半頃、母親に友人に会いに行く。夕方には戻ると言って自宅を出たが帰宅しなかった。連絡もつかなかったことから、母親が同6時半頃に110番した。防犯カメラの映像で、和篠さんが自宅近くの路上で車に乗ったことが判明。同じ車が30日午後7時20分頃に長野県内で見つかり、乗っていた夫婦に捜査員が職務質問したところ、和篠さんの遺体を遺棄したと認めた。31日未明、夫婦の説明通り遺体が見つかった。共同。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。